Sure.勘弁してくれよ。ごめんなさい。私が軽率でした。すまないわね。こんなことお願いして。いえ、あいつらも楽しんでますよ。よーし、一丁やってやるか。 俺大ジャンプ希望。なんですって。いえ、何でもありません。いい思い出になるといいな。メリークリスマス。メリークリスマス。 ガキンチョが現れたぜ。手当たり次第にプレゼントを投げつければいいんだろ。お前殺すなよ。カードが当たったらやばくね。まあいいか。メリークリスマス。 ガキンチョが現れたぜ。手当たり次第にプレゼントを投げつければいいんだろ。お前殺すなよ。カードが当たったらやばくね。 まあいいか。いい思い出になるといいな。メリークリスマス。
プレゼントは特上だぜ。なんか今までの仕事で一番ワクワクするね。茶番だよ茶番。みんなを幸せにできるなんて素敵じゃない。その通り。今日のチンベルちゃんは全国の大人たちに夢を与えているのだ。これでも食らえ。
いいね、最高。まさに聖夜に舞い降りた天使。こんなコスチュームじゃ動けないってば。そういう問題ではない、ニーズがあるかないかだ。いい思い出になるといいな。いただけ持ってけ。メリークリスマス。おお、ゲット！メリークリスマス。うまく受け取ってね。これでも食らえ。俺のプレゼントは直前だぜ。メリークリスマス。よかった、みんな喜んでくれたみたい。殺意が感じられたんですが、チンベルちゃん。実はさっさと終わらせようとしてるでしょう。俺のプレゼントは直後だぜ。おうおう、ちびっ子どもがわらわらと。意外と狙うの難しいね。よく考えると普通に手渡してよかったよ。
リスマス。あと何人いるんだ？花咲かじいさんになった気分だぜ。何それ？血の花を咲かすってことじゃね？ちょっとゼファー、実はさっさと終わらせようとしてるでしょう。メリークリスマス。メリークリスマス。極上だぜ。何が入ってるのかな。いい思い出になればいいわ。大切にしてね。これでもくらえ。
て持ってけ。嬉しいです。俺のプレゼントは極上だぞ。プレゼントは極上だぜ。大切にしてね。余ったね。それはお前の分。メリークリスマス&ハッピーバースデー。覚えてくれてたんだ。忘れるわけないだろ。俺とリーンベルが初めて会った日だし、そうだね。いや、まあ覚えやすい日だし。ご苦労様。子供たちも大喜びよ。よろしければこの後、大聖堂のクリスマス礼拝に行きませんか？あれはカーディナルとその近辺のものしか。あなたたちは私の友人です。他のカーディナルにお会いできたら紹介いたしましょう。あなたたちの仕事も広がるでしょう。あのカーディナルロエンにも会えるでしょうか？随分な大物を狙うね。彼は特にこの日の礼拝に熱心です。きっと会えますよ。
メリークリスマス。貴様、何をしている。彼女を外に出してやってくれ。研究の成果は十分に上がっている。あなたには分かる話だろう。彼女の人生だ。残りの1年だけでも。学者は言葉を選べるのか。私は言いたい。全ての人々が自分を生きる、そんな世界。行かせてやれ。どの道運命は変えられぬ。用事は済んだのか？うん。帰ろう。なぜ、なぜ生きている。他人の空に実験体20号。いや、あれは確かに再臨。サリマ、私に何を隠している。こんばんは。ごきげんよう。こんばんは。今日もお疲れさんじゃの。
ねんね。いい夜だね。ああ。面倒だな。こんなのリンデル一人でいいだろ。命は一つしかないんだから。いい敵なんていないよ。一度ひどい目に遭ってるはずなんだが、まだシェファーにはわからんみたいだな。相手からしてみりゃまあ災難だな。つか何ねえ、はあ、すまんねえ、敵はさっさと終わらせて。目が合ったやつから順番に言うことになる。これじゃあゴミ掃除してる気分だ。何があったのかしら。ああやだやだ。おっと、お前ら弱いのにいい度胸してんね。体勢を立て直せば必ず勝てると思う。一方的な
な殺意。一旦退却しましょう。少しは長持ちしてくれよな。
庫にも程があるっつうの。いい度胸してんね。これでどう？なめんじゃないわよ。当たって。そんなんじゃ死ぬ。役に立つものだと言って。ここ。
Let's go.
ゼファー、お前一匹倒すのに何百発撃つ気だ。気を引き締めていきましょう。体勢を立て直せば必ず勝てると思う。ターゲット確認、順番に処理して終わりだね。後悔する暇もなく死ぬことになるさ。体勢を立て直せば必ず勝てると思う。あんた、プロだね。今日もお疲れさんじゃの。いよ。あひ。何？こんばんは。どうも。あんた、プロだね。ああ、ろくな客が来やしないわい。もう行っちまうか。よく来たな。必ず帰ってこい。どうせなら俺に任せておけ。また合成させてくれよ。
無法？何？私が施設を出たあの日もクリスマスだった。先生、なぜ私を騙したんですか？研究は満足のいく結果になりましたか？20人いた子供たち、みんな私を除いて全員。どうしたの？また風邪ひくよ。うん、ありがとう。でも、先生はなぜ実験体の私たちに一人の人間として接してくれたんですか？なぜ危険を承知で私と一緒に逃げようとしたんですか？先生との最後のクリスマスは二人っきりでしたね。先生はまだお元気ですか？先生の中ではきっと私も死んだことになっているんですよね。ダメです。サリバンと連絡がつきません。研究所への確認は？はい、20個のクォーツは割れているとのことです。20号のクォーツの真眼の確認は？リーンベルのクォーツの真眼の確認は？かなり時間がかかりそうです。まるで測ったかのように姿を消すとは。サリバン、そもそも実験は失敗していたのか？ならば奴は今まで何をしていたのだ？まさか復活？再臨？わからぬ。一体何が起こっているのだ？これは信仰を失い、自分を見失った私への罰なのか？そんなに自分を責めないで。あなたは今まで自分を犠牲にしてよくやったわ。ベロニク、教えてくれ。私は理想と現実、どちらを選ぶべきだったのか。